富永はじめは、徳島県鳴門市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。NPB では、育成選手であった。鳴門校、時代、3年時の夏は、徳島県予選ベスト8で敗退。甲子園出場経験はなし。高校卒業後は、香川県高松市に、本拠地を置く社会人野球のクラブチームである、アークバリアドリームクラブに3年間所属。 2010年12月22日、四国アイランドリーグプラスの徳島インディゴソックスに入団。2011年は1年目ながらチームの守護神として活躍。30試合に登板し、18セーブを上げ咲いたセーブのタイトルを獲得。防御率も1.20を記録した。2011年10月27日。 プロ野球ドラフト会議で広島東洋カープから育成一位指名を受けた。2013年10月1日付で球団から戦力外通告を受けた。同年10月31日、自由契約公示された。2014年から徳島インディーゴソックスへ復帰。このシーズンは途中で3度の調整による契約解除を交えながら28試合に登板し、1勝1敗、7セーブ。 防御率2.40の成績であった。シーズン終了後、対談。その後、会社員を務める。最速時速147キロメートルのストレートとスライダーが武器。ありがとうございます。